はい、速稼塾の福でございます。私の塾生にやらしたサービスで逆転の発想を使ったね、変なサービスがあるんですよ。それがですね、英語の教室なんですよ。英語の教室で私の塾生が講師です。で、講師の方は英語全く分かりません。英語を覚えたくって英語のスクールに行こうとしたところを、待てと言って、私があなたが講師として私に英語を教えてくださいっていう風に呼びかけるのどうかなって言って、それいいっすねみたいな感じだったんですよ。そうするとね、いきなり一発目で6人の方が参加費1000円、60分のスクールに来てくれたんですよね。でも生徒さんの方が英語ペラペラなんですよ。で、講師の方は英語が分からなくて、私に教えてくださいって方なんですよね。これなんでこのサービスが成り立つかっていうと、英語を教えたくて英語の講師がしたい方でも教えるスキルがない方がいるんですよ。まあ、ですんで、私に教えてくださいみたいなサービスを1000円で参加して、ああでもないこうでもない、どうやったら分かるだろうっていうふうに教えてあげるようなトレーニングをやってるんですよね。全く逆転の発想です。通常は講師が生徒に教えて、教わった人がお金を取るでしょ。でも逆です。今回は私に教えてくださいという方が講師で、ぼーっとしてるんですよ講師は。で、みんなから1000円もらって英語を教えて、ちょっとわかんないっすねみたいなこと言ったり、あ、それはわかりやすいですみたいな感じで、ただぼーっと聞いてるだけなんですよ。で、1時間は終わった後に、どのぐらい自分が理解したかを6人の人に、あなたが言ってることはこのぐらいわかりました、あなたの言ってることはこうですよね、あなたの言ってることはこうですよねって感想を言って終わりですね。しかも次も予約が入ってるらしいです。逆転の発想、面白いでしょ。だからこういうのを思いつくのがビジネスだと思いますよ。そして今回勇気を持って実行してくださった方、ありがとうございます。来年これをコンテンツ化して販売します。私の速稼塾に入って、まだね3ヶ月ぐらいしか経ってないと思いますけどもね、もう売り上げ立ってますね。グッドです。ありがとうございました。